イスケンブです。今回はソウルあるやってみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。石ヶ岳の新しいところですね。さあ、よく寝てしまいましたんで。そうですね。そこからそう、まあ、それです。ちょっと出遅れた感があるんですけどね、やっていきたいと思います。ある、そうもある。読めない、大丈夫です。はい、結構みんなが読めてくれるんで。いや、わからない。なんだろうね、ちゃんと読むと。とりあえずね、行ってみようと思われます。ダンジョンですね。行きます。単発の方でいけます。通り抜けはできる。宙に浮いてるから本当にかっこいいけど。
だいぶ怖い。FF ばっかやってる久しぶりですね。全く関係ないですね。はい、なんでなぜ途中でやめる。あんまりやめる。今回の1バルブで追加された方も手すりで、うん、どこに寄ったまま横スライドするっていう。それ今まで回ったことってない。いや、今まであんまりできなかったんですよ。回数が多くなってちょっと嬉しい。いや、できるし、あんま変わってない。本当？私だけですからね。お前がやるじゃん。みんな飛んできていいな。まあ、クエストを進めながら風を取れば、ね、やるようになりますからね。面倒くさい。面倒くさい。
なんであの何をやってる時もそのコンパスみたいな北が何メートルとか出てたんだとかすら忘れましたけど、何だったっけね。飛んでっちゃった。逃げて。逃げて。早く追いついてほしいもんですね、大輔。そうなんですよ。今ちょっと脇でやりながらレベル上げをするためにフェイトやってますか。そうなんですね。やっぱりそうそうやりながらフェイトやる。いなさすぎ。でも久しぶりにやりました。あ、いなさすぎて。あ、いなさすぎて。夜中はやばかった。夜中はやばいやばいやばい。なんかやばくなった。そう。わわわわ。すぐボールでまた。近くなってきた気がする。うん、尻尾がかっこいい。でもなんか
比較的こういうコンテンツがあるのは楽しみですね。今までのわぁ、なんか色違いだね。あ、兄弟かな。次は大事にもんね。そうそう。みたいなね。そうそう。今日終わった壁だった。無理になるのは無理だね。次はなんとか。そうですね。気になる心臓を読みたいなと思って。あの心臓みたいな。そうそう。本当に。それから。アーティスやりたいけど、ヤギさんがまだちょっと気づいてないから、やりづらいので。なんで？なんでやるか。あ、アーティスやりたい。はい。あ、今は気になる。え？どういう気持ちで言ってるの？やりないんだよ。私関係なくないけど、つらいなって。大変なのは、でも休みたいけど、ね、まあ僕はムーンのプロでベースを進めながらやっていこうかな。この方が亡くなりになっている。
たまにありますよね。たまにあります。もう死んでみたもんね。ああ。こっちのカーブ見てたらまたまた。ダメじゃん。そっか。早く追いついてきてください。いや、追いつきたいから頑張ってるんですけど。ファンボスね。ファンボス目です。最後かな。そう思うあの伏せしも。感じってなんだろう。まあとりあえず
そんな難しくもなく終わりましたね。はい、はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。引き続きね FF14 やっていきたいと思いますんで、ぜひチャンネルの登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた。それではまた。